どうもアリスキテラです。今回もセインツエアレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。で今回は、海外のサーバーの方なんですけど、まあ、3年以上経ってるんですけど、最近ステージの50章ですね、50章の44をクリアした動画を、上げてたので、そこで使われてた、キャラとか編成の方、紹介したいと思います。日本版ですでに実装されてるキャラとかも、3年経って今でも使われているというところで、まあこのキャラ、3年経っても使えるんで育成してても問題ないよというところで、参考になればいいかなと思ったんで紹介していきたいと思います。でまずステージ50章の方なんですけど、5連戦ステージがあるみたいですね、まあ日本版だと今3連戦とかが始まってるんですかね。私ちょっと最後まで行ってないんでわかんないんですけど、ステージ50章のところは5連戦ステージがあるというところで5チーム、紹介していきたいと思います。でまず1チーム目の方で、縦役にジェミニのカノン、ゴッドクロス1機、そして後列が前佐がゴッドクロス支流、そしてレオの1機という感じの編成になってます。で光属性が4体で、レオの1機だけが火属性といった感じになってますね。もうこの辺りに来るとやっぱ光闇が主体といった感じになってますね。まぁ、ちょっと細かい、キャラの、情報とか、どういった、編成内容なのかというところはちょっと調べてないんでわかんないんですけど、まぁ、この編成だとゴッドクロス1機とジェミニのカノンが、まぁ、結構ダメージを出してるという感じで、まぁ、この2キャラを使って、敵を倒していくという感じの編成なのかなと、ざっくりなんですけど思ってます、そしたら、2チーム目の方なんですけど、縦役に、ヒュプノス、シリウス、そして後列がサジタリアス星やシュラ、ゴッドクロス、シュンといった感じになってます。でまあ注目すべきはやっぱり、シルバーセイントのシリウス。シリウスは3年経っても使えるキャラという感じですね。やっぱり、まあ、駆け足とスーパーチャージですよね。のめまいが、結構強いと思うんで、まあ、シリウスは、3年経っても使えてるといった感じですね。そして今猛威を振るっている、サジタリアス星矢の方もバリバリアタッカーとして活躍しているといった感じになってます。で、あとゴールドセイントのシュラさんも使われてましたね。で、まあ、ちょっとこれシリウスが土属性というところで、まあ、属性合わせするっていうこともあるのかもしれないですね。まあ、あと、シュラはま、回復阻害とか、シールドを貫通して直接本体にダメージを与えれるといった、まあ、性能もあるんで、まあ、火力も結構出てましたね、シュラの方は。といった感じで、こんな感じで、使われてましたね。そして、じゃあ3チーム目の方で、3チーム目の方まず盾役がアリエスのシオン、そしてシルバーセイントのアルゲティ、そして後列の方デスマスク、ゴッドクロスセイヤ、そしてシードラゴンのカノンといった感じになってます。やっぱり注目は、シルバーセイントのアルゲティやっぱりアルゲティさんの方は不滅を持ってるんで、まあ、敵がどんなに強くても数秒間は持ちこたえてくれるっていうのが結構やっぱり、強いのかなといった感じですね。そして、まあ大注目のゴッドクロスセイヤはやっぱりアタッカーとして優秀という感じですね。そしてデスマスクの方も、現役で使われてるといった感じで、火力の方も、かなり出てましたね。というわけで、3チューム目は、こんな感じになってました。そしたら4チューム目の方で、4チューム目の方はほぼ闇属性といった感じですね。縦役にミーノス、アイアコスで、後列の方が、クイーン、ハーデス、パンドラになってます。でクイーンだけが、土属性の、投手というところで、まあ、クイーン、まあ、光闇に何かしら他の属性を混ぜる編成になるとは思うんですけど、まあ、土で入ってきてるというところで、まあ、ちょっとクイーンさんの性能が気になりますね。まあ、基本的にはでも闇属性のパーティーといった感じですね。
そしたら最後5チーム目の方、やっぱり凍結パーティーが、強いみたいですね。縦役にアクエリアス氷河、そしてシュンハーデス、で後列に、氷河のゴールドバージョン、そしてカミューでゴッドクロス氷河といった感じになってます。で風通しが3体に、闇と光の、投資といった感じですね。うん、やっぱり、氷河強いですね、アクエリアス氷河は。まあ私もフレンドさんからよく最近借りて使ってるんですけど、まあすごい強いなと思ってきてるんで、次、復刻が来たら、狙っていきたいなといった感じですね。というわけで、まあこの方が、どんなキャラを育成してて、で、まあ、育成の状況とかによって、まあ、あくまでこれ一例のパーティーなんで、他の編成とかも実際は使えるかもしれないんですけど、まあ、日本版で、すでに実装されているキャラでも、バリバリ使われているキャラと、もう いるので、まあ、そのあたりを参考にしてもらえばいいのかなと思います。で、まあ、気になった点がありますね、ちょっと。で、まず、使われなかった、キャラですね。でバルゴの旬、バルゴの旬が使われてなかったですね。まあかなり、性能いいと思うんですけど、まあバルゴの旬が使われてませんでしたね。まあバルゴの旬よりも、まあ上位互換みたいなキャラがいるのかわかんないんですけど、まあちょっとそれが気になりましたね。であとまあアタッカー枠ではアイオロスの方が、使われてませんでしたね。そしてまあ防御性能を上げるムーですね。ムーさんも結構今評価、まあ、高いと思うんですけど、まあ、ムーさんの方も、使われてませんでしたね。ちょっとやっぱり敵の攻撃が強いと、耐えれないからとかそういうところがあるのかもしれないですね。そしてあと気になったのが、ハーフアニバーサリーでもしかしたら実装されるかもしれない、戦女神アテナの方が、使われてませんでしたね。まあ、この方が、まあ、育成されてないのかもしれないんですけど、まあ、ちょっと残念だな、という、思いましたね。そして、あと、私最近ちょっと育ててるポセイドンの方、ポセイドンの方も、残念ながら使われてませんでしたね。うん。ポセイドンはそうですね、なんか微妙な感じもするんですよね。ただ、とりあえず、まあ、強いとは思うんで、使ってはいきたいと、個人的には思ってますけど、まあ、ちょっとそのあたりのキャラ使われてないのが結構気になりましたね。というわけで最後まとめなんですけど、まあ、3年経っても、間違いなく現役で使えるキャラというところで、まずシルバーセイントの、シリウスとアルゲティ。この2体はまあ使っていけるかなという感じですね。そしてゴールドセイントで、シュラ、デスマスク、カミュ。まあ、このあたりも結構使えるのかなと。まあ、デスマスクに関しては、ま、敵のコスモを落としたりと、コスモを、敵の奥義を送らせたりできるんで、そのあたりでも結構優秀、火力も出て、コスモを落とせるっていうところで、まあ、そのあたりも優秀かなっていう感じがしますね。で、あと、カミューはもちろん凍結が優秀ですよね。そして今、アタッカー枠でも使われているサジタリアス星矢とアクエリアス氷河の方も、3年経っても、現役のアタッカーとして使えるというところで、この、7体ですかねに関しては、間違いなく育てていっても大丈夫なキャラなのかなと思いました。まあ、あくまでこれ一例なんで、まあ、他のキャラでも使えるキャラいると思うんですけど、まあ、よかったら、参考にしてみてください。というわけで、また何かありましたら動画の方上げていきたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価の方お願いします。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。